ありがとうございます。こんばんは、女の子前髪命。そうですね、前髪は大事です。こんばんは、元気ですか。九州暑そう。暑いよ、もうめっちゃ歩くだけで暑くて、本当に今日もたくさん汗をかきましたし、なんかバス停から家に歩く時も汗かいたし、まあ大変でしたね。文化祭ね、なんだろうね、ガレンたちもこの前し、あの文化祭じゃね、やりますみたいに言われて、逆上がりの固めり派の日に言われて、楽しみですね。なんだろう、文化祭ってね。七夕、あ、明日ですね。会おうよ会いたい、カレンタに会いたいっていうのが願いですか。明日来たら叶いますね。カレンちゃんはとっても元気カレンに会えてなくて元気じゃない。会おうね。カレンは明日も会えるし、待って、明日何日？あ、明日7。明日7でしょ。で、12、13、14、15ってもう会えますね。で、逆上がり20日に出ます。私は。見てください。文化祭の記憶すごい。それはどうだろうね。明日行きます、ありがとう、嬉しい。明日会いに行きます、ありがとう、楽しみだね。明日は何の髪型にしようか、結構大まかには決まってるんですけど、どうしようかな。手間扇風機使ってるけど、今日はね、充電を忘れてて、充電がないってなって持っていくのを諦めたんですけど、使いたかった。でも手持ち扇風機って本当神。彦星の顔を見たよね最近職場の店舗変わって、ああ楽しい。カレンは今日はお友達とご飯屋さんに行ったんですけど、友達が働いて、ですごいってなりましたね。この間おげね、びっくりした、りなちゃんね。逆上がりはできないです。こちむりは可愛かった、本当に。ね、可愛いよね、カチムリカチムリ、カチ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 に凍ったハンガーのよ、猫が歩いています。カチ違う、なんだっけ、さっきずっと練習してたやつがあるんだけど忘れちゃったな。空調服って何？あ、分かった、1,2,3,4,5,6,7,2,3,4,5,6,7みたいなあるんですよ今。あ、だからそれをしてた。最近ガレンが入るような運動、スピアゲ可愛くないけど、明日は化粧後に会いましょうね いっぱい見てて、あの距離でお匂いだね。最前ってね、景色ね、どんな感じなんだろう。私たちもおにゅう、
この前の公演 MC で身長291センチっていうのが来た。ダメだってダメだもん。身長持ったらダメだもん。身長盛らないから彼は。ずっと195です。よろしくお願いします。洋服の脇にファンがついてるの？ハンディファン。あ、ファンってさ、あれなの？扇風機のことなの？手の扇風機ってこと？ここについてるの？涼しい、そうだね。どんな感じ？ここに取り付けられてるみたいな？違う？なかなか上がりね、当たらなさそう。たくさん来てくれるのを願うばかり、ずっと来てくれるのを願うばかりです。はんちゃん、おゆうね、可愛かった。青青推しの、俺の推し3人のおゆう見て、あ、確かに泣きそうになったね。直接見たかったね。リバサです。あ、ほんと、なんだっけ、なんでてなんでてそんな方です。みえ、明日も高校始めてくれ。ほんとたくさん、もっともっと好きになってくださ、なって。明日はパジドラ。明日はねねねもいるし、フルネームいるし、花さん最後なんですけど、悲しいね。花さん、花さん、あ、花さんの、花さんのことちょっと書いたメールを昨日の夜もう作ったんですけど、送りそびれてた、ごめんね。七期生のマンブに勧誘します。お待ちしててください。公園で出したりしたらね、いいけどね。まだまだかな。まずは七期生公演が忙しそうなので。明日最後のバズラ、もうたくさん、明日は最後か、楽しい。そうだよね、そのいるよね、本当にたくさん。最後は、最後がたくさん。最後頑張ります。高狩り8月行くね、 OK。 8月も出られるといいな。私さかがり足で地面もけて、明日プリドリックのハンチャラスイバリウエンね、楽しく。口角下げるのが得意なんですけど、目、そしたら誰かにやだーって言われた。誰だったっけ、やめてって言われた。口角上げるのはちょっと苦手なんですけど、口角つけもいける。そう、錬金もあります。なので絶対に来てください。錬金はね、外れちゃった人とか結構いるんですけど、でも配信で楽しみましょう。錬金のリハもしてきましたし、ユニットもしてきました。ちょっと難しかったんですけど、頑張って覚えました。なんか1日経ったら思い出せた。なんか全体曲をしすぎてユニットが全然できてなくて、ほとんど完全に覚え出したのは昨日の朝なので、ちょっと体に染み込んでなかったんですけど、でもなんとか優しくて合わせ、一緒のユニットの方が。
バスの中で言おう。これはないわ。ココハがね、一回じゃない、普通にイヤホンを一個忘れちゃった。あ、これ忘れそうになったことがあって、っていうかバスの中でちょっと寝ちゃうじゃん、揺れてたら。それで寝ちゃって起きたら、あのワイヤレスなんだけど片方イヤホンがないって気づいて、めちゃめちゃ焦ってめちゃめちゃ探したら座席の下にあって、本当に安心でした。だからバスの中ではできるだけ充電があるときはあの有線を使ってますね。有線がいい。寝ちゃうって時、寝ちゃうかもって時は有線。カレンちゃん、ココちゃんから一口をだいて。え、カレンはなんかしないんだけど、あ、ココちゃんから一口を、あ、言われたりは全然します。全然もう全員に言ってます、ココハは。このお見送りで何を広角違う、広角下げるの。くるみちゃんのお口ちっちゃい。血色がない。連携、あ、二次募集あってるのね。誰かがお金払いすぎるとか。あ、いやもう今日やばい、めちゃめちゃ急いじゃってて、忘れちゃった。急いで持ってこようかな。充電はあるかな。急いで風呂行った。何分さ離れていいんだっけ。山田ちゃん、あ、待って、織姫の彦星はいないかな。織姫タワーかな。織姫タワー、ありがとう。織姫かわいいね。くまさんかわいい。ありがくま、ありがくま、ありがくまタワー。山田ちゃんいつもありがとう。かりちゃんが傘持ったら、錬金スコール。私のポジは傘持ちますけど。スコールがやむなと願った。そう、こうかなげるのでも名前だけ。あ、そうだな、叫ぶね。りなちゃん、3分ぐらい、じゃあいけるね。髪乾いてるよ。ココハに言えないからね、髪乾いてなかったら。そろそろ妹ちゃん、妹ちゃんね、どうなんだろうね。登場するかな、しないのかな。私絶対カレンにドハマ、もっとして、うれしい。キャー、ドド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 ハマりして、ドドドドドドドハマりして。ユニット決まった、全部決まったよ。サガガリも錬金も決まったよ。スコール好き。傘持つの、そう、傘持ちますね。あと肩で言ってたから、昨日、納豆って美味しいよね。納豆はココハも好きだし、
さあちゃんも好きだし、ココッペも好きだし、ハンちゃんも好きです。納豆って体にいいのでみんなも一緒に食べよう。快活の大変なんだよね。長いからさ、こんだけあるからさ、はい、ココペも叫んでるね、ココペもね。電気屋テイツファンの気持ちを背負って劇場でいっぱい香りします。いいですね。カレーも頑張ります。カレー初連休、モルハレン、ラスト連休も、え、そうなの、リバイバル、最高じゃん。全部見てるじゃん、ほとんどこのアバターなったもんです。そうなの、どうやって見れるこのアバター。あ、こうやって見ればいいのね。あ、いた、これを、あ、くく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 、ほんとだ、納豆に入ってるじゃん。なにこれ、なにこれ、すごい納豆風呂、いいと思います。じゃあちょっとイヤホン爆速で取りていこうかな。ちょっと待っててください。行ってきます。じゃあダメじゃん。いける。ダメダメダメ。映ってる？映ってる。映ってる。うん、映ってる。やば、映ってる。うん、映ってるわ。いいね。はい。おもろい。痛い。約束で取りました。痛い。痛いよ。痛いね。もう痛すぎる。ランキング内にと積んでるっぽい。へしめマンボウ豆腐、美味しそうだったよ。とっても美味しそうに見えたら何でもいいんだよ。次はココアペのせい、やったね。錬金のユニット、おい、錬金のユニットはやったことないですけど、置いていっちゃった、ごめんね。錬金はユニットしてないです。ココハとサーちゃんとヒロネーも楽しみ、お楽しみに。かりのさん、ありがとう。まだこれつけてん、これもういらないじゃない。そう、妹ちゃんがスペシャル、不器用だからね。ごめんね、りっちゃん。カレンさ、こがんするやん、お顔。嫌だ？嫌。嫌だね。痛いでしょ、あれ。うん、痛い。痛いね。かわいそう。今日もしてあげようか？嫌だ。いやいや、絶対嫌です。嫌ですか？嫌です。怒ったもんね。うん、いつもねねのこと無視するもんね。ふぶげ、かわいそう。かわいいじゃんね、ふぶげで抜くのね。ね、毎日ね、彼もみんなに会いたいです。毎日姉妹揃って元気だね。だって
回しみたいな。そう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 、わざと、うん、あっ止まった終わっちゃったと思った、ね、ドドンって言うからね。ドドンって何？多分ドドンって言う。あ、ママが呼んでるよ。呼んでた、うん、バイバイ。バイバイ。みなさん一応隠して、バイバイ。閉めて。閉めてないですけど、姉妹でカラオケでテンション失敗、歌えませんね。配達チケット絶対行く。あんな話したこと、え、気になる、気になるね。なんだろう、ワイヤレスイヤホンではないです。え、ワイヤレスイヤホンもいいのかな、これって、わかんない。ワイヤレスイヤホンでもしてる人いる？なんかあれ有線の人しか見たことなくて、有線持ってきた、有線だと思ってたんだけど。ポケツをかぶれたを、え、何歌ってほしいですか？ポケツをかぶれ、最近歌ってないからね。コンサートじゃなくてフェス、フェスではしたわね。ハウステンボスした。何かあったらポケツをかぶれ。もちろん今日は夜更かしマンなの。そう、出そう。彼ね、生命線がね、ここまでしかない。あまり見えない。ここまでしかなくて。怖い。ワイヤレス、あ、マイクか。マイクだ、マイクだ。配達会の前の日にみんなで博多の会。ビキビキ、あらららんて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 ん。桜いて、あ、そういうことね。私黒い天使、ああ夜の闇に落ちる、誰も知らないもう一つの顔がある。境狩り公園セトリ、まず手のひら、境狩り、否定のレッグEM、 4曲目、その汗はそうつかない。でユニットがエンドロール、わがままの流れ星、愛の色、抱きしめられたら、虫のバラード、で5678、ん、10曲目がなんだっけ、あ、振りして真似して、11曲目が海を渡れ、11曲目って言った、12曲目が街角のパーティーで、ファンレターです。伊藤茶公園の曲もあり、中年の時の黒いテンション衣装ね、早着替えだったからさ、ちょっとしか写真撮れなかったけどね、楽しかった。くれれ遅れたけど今日、あ、ありがとう。絶対俺も旗持って海を渡るみたい。海を渡るがね、彼の的に一番むずいです。ものが叫んでる今日、知ってる曲ありません。うん、山田ちゃんは虫のバラードは知ってるんじゃないかな。俺は一人で激しい、うん、ありがとう。あ、よく来てるね。でもスタッフは来てない。そっか、これ持ってき、あ、なんか来るの持ってきてくれました。ね、何、あ、10円だ。お手紙いっぱいあるね。
ね、ファンの方からのお手紙です。めっちゃいいね、嬉しいね。あ、マイク上ね、マイク、マイク、ピアノでさ弾いてたじゃん。はなんだっけ、ハッピーバースデーの曲なんだっけ。あれハッピーバースデー、あれなんだっけ最初。ハッピー、あ、ハッピーバースデーというよね、練習してたじゃんね。カレンちゃんへの練習。でももう覚えてない。ちょっとね。ちょっとしか弾けないの。覚えてない。ね、全部は覚えてないけど。そうなの。カレンが歌えるかもっていう曲を書いていきますので、あの歌ってほしい曲言ってください。で投票したいと思います。半端なイケメン、面白い。おしゃべりジュークボックス、おしゃべりりっちゃん、おしゃべりジュースボックス。おしゃべりジュークボックスです。おてんばです。じゃあ今日はね、なんかショールームしてる時だけ、あ、何しよったの。なんかあの甘い甘になってくるんです。今はカレンの筋膜ローラーにあの乗ってゴロゴロします。危ないよ。君どこ？お押したな。いいもん。バイバイ。あ、バイバイ。マジ？手だけ？なんかここ涼しいね。涼しいし。バイバイ。閉めてね。つぼみたち、先輩あるかな。一応書いとく。なんだっけ、あなたに咲かせてほしい大きな夢のつぼみ。待ってくる、なんか歌いづらい、ごめんなさい。いつか歌います。まさかのくん、恋の稽古と対策教えて。どう感覚、恋の稽古と対策って。やっぱ希望みの曲多めですね。やっぱじゃないけど、恋の稽古対策。対策ってやってるかな。合ってました。高根の棚。高根のリンゴじゃなくて違う。農家かぶり、でも読めないかな。タンポポ、キモい大好きね。クレンの字、ちょっと可愛くないよ。綺麗じゃないよ。
と僕の関係。ハンドバイク出るの。いいね。あとはなんだろう。表面張力とか入れとくね。剣もかけないな。ごめんなジュール。ルーマー描いた。見えるかな。選んでください。みんな投票していい。もうこれはリットチャームの曲ね。ここ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 、こっからこことここは木ぼみ、これはねねね、これはみくねなっぴさん。ぜひ投票お願いします。 10までね。よし、オッケー。Kiss me, そっと kiss me、 優しく抱きしめて。ありがとうございます。パチソラ、パチソラ耳のそれでいいね。キボミも好きでね。4とか。あー、キボミじゃない、キボツボじゃないよ、キボミだよ。キボミって言って。ハンドマイク、ハンドマイクです。はい。2オア6、2オア6、タモフォ。覚えてるかな、覚えてるか。腕がきつくなってきました。これさ、カレンから見たら反転してるんだけど、反転してますか？反転してない？反転してる？カレンちゃんのキャンディーみたいな事務所を続け、いつかコンサートで見たい。コンサート、文化祭コンサート来てください。まだ何もセトリとかは知りませんが。コンサートって楽しみだな。なんか前髪減ったね。いいかな、もうそろそろ。何が多いかな、何が多いと思いますか。カレンが今見る限り、パトミ緑率が高いけど、緑のボールがたくさんあるからな。お、1とか多いのかな、2わかんない。じゃあもういいかな。10 9 8 7、投票終了まで、6、投票終了まで、5、投票終了まで、4、
3、2、1、0。じゃあ終わります。投票終了。待って、 2番君どこ、君どこが多くて、君どこが一番多くて、次に8、表面張力が多いの。次1、あ、やっぱりジュークボックスが多くて、で4、4ですね、4が多くて、次5多くて、次6多くて、次3多くて、次7が多くて、次9が多くて、次10が多いですね。はい、来ました。まさかの、なんだっけ、君どこでしたので歌いたいと思います。あるかな、え、確かにあるか、問題だよね。まあ、きっとあるでしょ。歌います。来た、あ、ありがとうございます。じゃあ2曲目歌いますかね。マレーシア長崎行きです。聞こえないかな。そうですじゃあ2曲目は涙の表面上、あ、ある、この2曲目、2番、2位の曲を歌います。できるかな表面張力が当たらないけど、ミクネ見て、ミクネ書いてたの、即興で歌詞。表面張力ね、いつかね、またできたらいいね。どうか、あーちゃんソロコンの生徒受ける10曲です。ありがとうございます。パチパチありがとう。ごめんね、僕のジュエルはここっぺがセンターやってた、この前あ、いや、ありがとうございます。あ、52分だ。あっという間に経ってた。さっき30分だったのに見たら、やっぱ歌ってそんな時間かかるの泣き見るのに時間かかったもしかしてあ、カラオケしてないのに、ありがとう、しぎょうさん、ミラボー、ミラミラー。癒しビジネス歌ったことないです。あれ歌うまくないよ、ありがとう。カレーの声いいです、本当になんかね、声が好きって言ってくれる人とかいて嬉しいです、ありがとう。
カラオケで生きてる特殊気分ほんと嬉しい。クルネードとか歌いながら配信持ってたよ。歌い落ちしてた。ウケる。面白いんですね。なんか なんだっけなんかね、なんだっけ最後サビ前のさ、夢にはね見たおじさまよ、ささしい声がついてて、てがのおかんつぶわ忘れちゃいましたひろね、あ、ひろねが好きなの。彼はなんかさあちゃんのイメージありました。手なんとかって、めちゃくちゃのタイミングでメラボしちゃった。何よくその手手そう。でも早く10時以降もですね。何歳からいいんだっけかわかんないんですけど、その日までお待ちください。12時までできる日をね。ボイトレで歌のいいとこと頑張るとこってどんなことやる。そうですね。じゃあハイタッチ会に来てください。ハイタッチ会でおしゃべりしましょう。そのことについて。違うね、楽しみ。15とハイタッチ会28と。手が滑って手が滑ってミラーボールありがとう。かえちゃん前髪全然だよ。嬉しい。前髪は試行錯誤中です。これ早く行きたいな。え、来てほしい。たくさん頑張っています。来てくれたら彼も頑張れるので、ぜひ来てくださったら嬉しいです。ここでんとか坂上りとか激写とか。ヘイタッチ会で話す。あ、まとめ出し使ってくれてもいいよ。3時までは行く。30はなんだっけ、30はここてん、ここてんだね。お芝居見に行くよ。あ、あれです三角定規ですか。え、三角定規。福岡のハイタッチ会ね、誰だろうね、楽しみ。福岡明日パジャドラありがとう。三角定規以外にお芝居、あ、三角定規、いや決まってないよ、全然決まってないけど、三角定規ってお芝居なんだと思って、即興寸劇みたいなね。ちょっと緊張してます。本当にリサキが難しいって言うから難しそう。めっちゃ、じゃあランキング見ます。13位どうもひろしさんありがとうございます。12位バラ八六さんありがとうございます。11位サトさんありがとうございます。10位タケさんありがとうございます。9位ホニョさんありがとうございます。8位フルキャパさんありがとうございます。7位コージヤモトさんありがとうございます。6位シロクマさんありがとうございます。5位ハヤッタありがとう。4位カレンひなたも語る知人になりたくてさんありがとうございます。3位山山さんありがとうございます。2位はタケタケさんありがとうございます。1位は山田ちゃんありがとう。七夕の鬼姫タワーありがとう。嬉しい。七夕タワーありがとうございます。嬉しいな。今日もありがとう。みんなここだけの話、これからフレンチとられるようにしてくれ。ほんとにフレンチ、みフレンチ頑張るね。頑張ってたくさんみんなに会えるように。来週バチェラ見に行くけど、うちは2枚持っていくね。2枚カレンの2枚ってことカレンちゃん、え、ロールモデル本当に言ってる。カレンちゃんのロールモデルはちょっと今のところいないんですけど、嬉しい。ロールモデルとか言ってくれるのありがとう。
もっとふさわしいロールモデルになれるよう頑張ります。逆上がり坊主、うん、まあこれかな、これとか、ここら辺でもうそろそろ終わるかな、終わりかな、終わりじゃないかな、あまだ2分ある、58分ありがとう、おやすみリクセイキ、おやすみミン、おやすおやすおやす、生ハムポーズ、うーん、生ハムはなんかなんだろう生ハムポーズって何生ハム特徴ないからな、見た目に考えときます。明日しっかりとした面倒、明日楽しもうね、明日もパジャドラ楽しみましょう。行くねがロキさんは身長伸びたら大人たちがすごい、これは身長伸びないです、悲しい。じゃあおやすみなさい。どこの生ハムが好きなの？ハモンセラーノとか、ハモンセラーノは普通に大好きとして、あとは伊藤ハムの生ハム切り落としとかも大好きですね。うん、他にはまた言うねちょっと今時間がなくて焦る。195、そう195からの見ないの、この前ねマイクぶつけちゃってとっても痛かった。